こんにちは、ひろかです。本日はこちら、ドドンとめちゃくちゃ生活感出てる、なんかちょっと汚いですけれども、しあさってからサウジアラビアに行きますので、何を持っていくかっていうものを紹介していきます。ぜひ渡航前の参考にしていただければと思います。そして私、荷物は機内に持ち込もうと思っているので、その機内に持ち込む際の注意点ですとか、そういったところもお伝えできればと思います。ぜひ参考にしてみてください。はい、一応ですね、持っていくものをこのようにテーブルの上に全て並べてみました。お洋服がちょっと何着かと、あと下着とかはまだこれから、用意をする予定なんですけれども、基本的にこちらのものを詰め込んで持っていく予定となっておりますので、上の方から順番に説明をしていきたいと思います。まず左上のこの2体2匹なんですけれども、私1人で5泊くらいなので寂しいかなと思って、ちょっといい年して連れて行こうと思いますが、多分一番いらないものになっています。荷物がかなりギリギリだったら置いていく可能性大ですが、一旦持っていく想定で考えております。そしてこのあたりですね、これはポーチみたいなものになっていて、でこれは浦和のポイントで交換したフライトダグになるので、キャリーケースにつけて持っていきます。そしてこの透明のものは、結構空港とかでキャリーとか持つと手が塞がったりするので、まあそんな時に肩にかけてスマホとかお財布を入れておくと取り出しやすくて便利なので持っていきます。でこれは機内でまあスマホをちょっと立てかけたりする時に便利かなと思って、スマホの立てかけるやつを持っていきます。あ、袋はなんかの時用にっていう感じで、とりあえず持っていきます。そしてこのですね、液体物ゾーンですね、本当に結構気をつけなきゃいけなくて、荷物を預け入れする場合は特に大丈夫なんですけれども、機内の中に持ち込む場合に関しては制限があるので要注意です。まずですね、それぞれ一つずつの大きさに制限があって、基本的に 100ml 以下の容器に入っていないとまず持ち込むことができません。あと、化粧品とかですね、なんか例えばこういうワックスとか、まあ、バーム状のものも一応なんか液体ってみなされるみたいなので、液体としてカウントをしなければいけないです。あと私もちょっとこれ不安なので、マスカラとかそういうものもアイライナーとかも一応液体なのかなと思ってこっちに入れ込むことにしています。でこんな感じでこれらをですね、透明な袋に入れなければいけないんですね。でこの透明な袋の大きさも制限があって、で縦横の長さが合計 40cm 以下、これの場合だと約まあ20くらいのものになっているので、これに全部入れなければいけません。そしてお隣のこのあたりですね、まあカット版は何かあった時に安心かなと思って持っていくのと、これは常備薬ですね。もうなんか全部裸で入れちゃってるんですけど、で隣のこの口紅は間違えて置いたんですけど、口紅とかリップは液体じゃなくて一応固形物っていう風に見なされるらしいので、液体カウントはしなくていいらしいです。なんかすごい結構ややこしいので、まあちょっと調べてもらった方がいいかなって思うんですけど、不安な人は。でこのあたりですね、まあもちろん歯ブラシは持っていきます。でこれは砂漠に行くので、ちょっとその時にあった方が熱中症対策になるかなっていうのと、あとまあ結構暑いので基本的にまああった方がいいかなと思って、塩分のタブレットを持っていきます。でこれはですね、汗拭きシートをいくつか取って袋に入れています。でこういう汗拭きシートとかは、液体とは見なされないらしいです。続いてですね、一応こうウェットティッシュを持っていこうと思うんですけれども、サウジアラビアで注意してほしいのが、サウジアラビアアルコールが禁止なんですね。なのでノンアルコールのものを買っています。こういうウェットティッシュに含まれているようなアルコールも NG らしいので、もう本当に持っていく際は気をつけてノンアルコールのものを選択するようにした方が良いと思います。でまあティッシュはね、念のために持っていくっていう感じです。はい、続いてこちらのゾーンです。マスクはまあ一応持ってくんですけど、基本的に向こうはマスクはつけなくても大丈夫ですが、結構ホコリっぽい時とかはマスクをつけた方がこう変なものが入らなくていいらしいので、マスクを持っていきます。まあパスポートはもちろんなのと、あとこれらですね、ペンは機内とかで書いたりとかするとき用に便利なのと、あと蛍光ペンは何か PCR とかのその用紙を提出するときになんかマーキングをしておくといいらしいので、一応持っていきます。で、まあ、これは変圧器で、で、これはちょっと撮影用の
自撮り棒ですね。でそしてこれはですね、あのメルカリで買ったんですけれども、あの昔配られていたらしい浦和のボディシールを切って持っていきます。これをちょっと当日貼れたらなと思っています。そしてサウジアラビアのSIMカードですね。これをちゃんとSIMと、あとこのピン、外すためのピンは絶対に必要なので、これも忘れないように持っていきます。あのサウジアラビアの空港が Wi-Fi 通っていないらしいので、行く方はこのサウジアラビア用の SIM カード、もしくはあのグローバル Wi-Fi などは絶対に借りていった方がいいのかなというふうに思います。後ろに書類印刷したものを置いております。基本的に例えば航空券とか、あとビザとかは、まあスマホ上で出したりとかできると思うんですけれども、万が一に備えて私は全部印刷をしました。あと例えばね、パスポートももしあのなくしたりした時のために印刷をして持っていくのが非常におすすめです。で実際にまあ何を印刷したのかっていうところなんですが、まずこのパスポートのカラー印刷と、あと、サウジのビザの、PDF の印刷、あとは、航空券の E チケット印刷、そして HIS の現地の観戦ツアーのチケットかなを印刷、あと現地で砂漠ツアーに行くので砂漠ツアーのその詳細も印刷で、この一番上にあるのが、これは PCR を現地で受ける人用の、あの日本のフォーマット用紙になるんですけれども、現地で陰性証明をもらったとしても、その陰性証明の内容をこの日本版のフォーマットに書き写さなければいけないらしいです。で基本的にはその現地のお医者さんの方にこれを書いてもらうらしいんですが、なんかいろいろ記事を見たところ、なんか結構ねサウジアラビアのお医者さん適当な人が多いらしくて、あの記載してくれないらしいんですね。なので自分でこう記載をしなければいけないとのことなので、念のため私は3枚くらい印刷しているんですけれども、しっかり印刷して持って行った方が絶対におすすめです。そして上の方ですね、このあたりはあの機内に持ち込む、なんだ、機内を快適に過ごすためのグッズとして持ち込もうと思っていて、まああのアイマスクと、まあ、髪結ぶやつと、耳栓、あとは機内用のスリッパと、これはあれです、膨らますと枕になるやつですね、これを持っていきます。このあたりはですね、言わずもがなのあのレッツのユニとタオルとね、あと暑いらしいので念のためちょっとこういうあのプチ扇風機も持っていこうと思います。あとあと大事な大事なこれですよ、これ日本国旗です。日本国旗を持っていきます。もうエルフラ並みの大きさですね。これを持ってあの応援をしたいと思っております。でですね、こちらがですね、あのまあお洋服なんですけれども、一応あの現地っぽいものをちょっと買ってみました。あの女性はですね、基本的に肌の露出 NG なので、暑いんですけれどもなるべくこう肌を隠すような服を着なければいけません。で私買ったのがですね、これがですね、上にこう羽織れるようなものに、ちょっと分かりづらいんですけど羽織るようなものになっていて、結構生地も薄手なので割とねちょっとそこまで暑くないかなと思ってます。なんかこういうものを何着か買ったので持っていきます。外国の女性に関しては絶対にこういうアバヤとかを着なければいけないっていうことはないらしいんですけれども、結構こうまあ例えばモスクに観光に行ったりとか、なんか清掃をしなければいけないみたいな時はなんかこういうのを着てないと入場お断りみたいなこともあるらしいので、あの念のために持っていく、もしくは多分今からだとあの通販とか間に合わないと思うので現地で買ったりするのがいいんじゃないかなと思っています。でこの頭に巻くやつもマストではないんですけれども、なんだ神聖な場所に行く時とかは絶対にあった方があの安全なのかなっていうのと、あと結構ねやっぱりあの向こうでこう髪を隠すことによって、しっかりこの人はこっちの文化を分かっているんだなみたいな感じですごく優しくしてもらえたりみたいな記事も見かけたので、あのぜひなかなか売ってないと思うので大きめのスカーフとかそういうのを持っていくといいのかなと思います。で色味なんですけれども、多分アバヤって黒のはずなんですね、あの現地の
方の着ているものって。でも結構写真とか見ると割とカラフルな色を着ている人もいたので、色味は割とまあ大丈夫なんじゃないかなと思ってこれらを持っていきます。まあこれがメイク道具で、これはちょっといつも使ってるバイタリフトカサパナソニックのものですね。EMS がついててむくみを解消したりできるので、コンパクトなので現地にも持っていきます。コードレスなので。でまあクシート、鏡、あとアイロンで、なんか現地のね予報が雨だったので、一応折りたたみとレインコートも持っていきます。そして下に袋いくつか入れ置いていて、これらは使い終わった下着とかそういうものを入れて持ち帰ろうかなと思っています。まあ、こんな感じでめちゃくちゃ荒らして汚くて申し訳ないんですけど、これらをですねこれからキャリーに詰め込む作業をしたいと思います。絶対に入るはずなので頑張って持っていきます。あとそれ以外のところで言うと、海外旅行保険は入っておいた方がいいっていう記事が複数あったので、ちょっとこれから加入をしようと思います。当日に入れるところも結構あったのと、あとだいたいそんなに数千円くらいでめちゃくちゃお金がかかるわけでもないので、入っておいた方がいいかなと思っています。でもちろんクレジットカードに海外保険付帯されているものがたくさんあると思いますし、私も付帯のものを何枚か持っているんですけれども、それだと結構ねカバー範囲が狭いというか、本当にその現地で病気になっちゃったとか怪我したっていう時に全部カバーされないらしいので、まあ、ちょっとそれはねご自身がお持ちのものをよく読んでいただきたいんですけれども、入っておいた方が安全かなと思って、私は入ろうと思っています。あとですね、荷物の総重量が私は ANA で行くので、確か合計で10キロ以内だったら OK です。で、ただ他の LCC とかだと、もっと例えば7キロとかそれくらいあまり持ち込めないので、しっかりその重さっていうのも気をつけて持っていた方がいいと思います。そして機内に持ち込める荷物の大きさなんですが、だいたい 1,2 泊くらいのキャリーケースだったら機内に持ち込める大きさです。なんかちょっとね持っていくもの本当に大丈夫なのか不安になってくるんですけど、きっと大丈夫だと信じて、まあ行っちゃえばなんとかなると思うので、これから荷詰めをしていきたいと思います。結構なんかすごい雑なものの置き方でちょっとお見苦しくて恐縮ですが、はい、こんな感じで本日の動画は以上となります。こちらの動画がいいねと思ってくださった方、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。